でも私夏はもう大体おばあちゃんち畑耕してたから、小学校の時はね、そんなになんかその思い出がない、あんまりそのどっか日常みたいな感じで遠く行ったとか。あ、でも私あれをすごい未だに思い出すんだけど、川、私一回川でちっちゃい時流されたことがあって、川ってさ、急にこう流れてるじゃない、そよそよっと、で、ここら辺なのよ、だいたいね、5メーターぐらい行ったら急に速くなって滑ったりとか、速くて、しかも深い、はいはいはい、そうで、急に足取られてそのまま溺れて、だいたい死んじゃうんだけど、私それなって、小学校ぐらいにドーンってなって、ズバーって流されて、そのままだいたい川の流れに沿ってそのまま行っちゃうんだけど、なぜかわかんないけど、私岸の岩にぶつかる、うわーとか言って、お母さんもあーとかやってるのになんかもう装着普通ないのよ。履いてたサンダルは脱げちゃって、サンダルはだってもう奥の方に行っちゃってますよ。もう流されて。なぜ私は岩に。だからさ、本当にあんたって死なないんだろうね。でもそれも、まあ夏じゃないけどさ、スキー場行きました。うん、結構大雪で、チェーンあるじゃん。はいはいはい。アイアンのチェーンつけるじゃん。あれをね、ゴムにした。ゴム板の、はいはいはい、チェーン、あの鎖じゃなくて、それが意外とダメで、坂道で、めちゃめちゃスリップして、こうなったの車が怖い。しかも崖が、崖の下が見えたの、この車がこうなって、崖の下見えて、もうあ、死ぬんだなみたいな、でなったらなんかわかんないけど、そのまま回転してまた内側で内側で衝突したの、やばくない？私崖見えたんだよって、やばくない？ルルルルルルドーンみたいな、死なないみたいね。私結構死にそうなとこでいっぱいあるんだよね。3階から落ちたけど無傷です。マリオみたいな感じなんじゃない？あの残機みたいな。本当はもうその時死んでるけど、あの生き返っちゃったみたいな。あ、残機。新たな私で。あ、そうそうそう。新たな私がまたポンと入れ替わりみたいな。あ、でそれだから17体目とかなんじゃない？全く17体目の人生ではなくて18体目。それ言ったらなんかちょっとあーってちょっと納得しちゃうのもなんかあるけど、まあ確かに、ね、よく車によく引かれるしさ、なかなかなくない、車によく引かれるって年一年一、そんなに、なんか車が寄ってくる、もはや、うん、もはや寄ってくる、いやそれ狙われてるんだよ。あ、命を同級生のお兄ちゃんに引かれたりいじめじゃない。コートアーチを描かれると飛んでって、車が止まりきれずに私の足を通過してた、足のここをタイヤがって内出血それでそうなの？折れないっていうね、内出血、やばー。だからあんたやっぱ人間じゃないんだよ、なんかあのルフィみたいな、ゴム人間みたいな、何か食べて、おかまのみ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 、タイのみみたいな、人人のみモデルオカマグラ。私死なないな。なになに、私死なないな。私あんまりそういえば死なないな。夏ってさ、ああいう水辺系行っちゃいけないっていう、まあね、出ちゃうとかも言うしね、引っ張られちゃう、あ、流されたりとかしたことある？いいね、泳げないじゃない、で、なんかあのこう、浮き輪でさ、泳げないんだ、うん、泳げないのか、ぽよぽよしてたらペット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 テトラポットね、うん、まで行ってたとか、ね、それ流されてるって、あとなんかこう海入ったらなんかいきなり海藻が来てキャーってなったりとか、海藻もキャーだとか、ね、お互いにね、海藻の気持ち考えたことあるめちゃくちゃある、日焼けすると私赤くなって終わるし、あの水ぶくれみたいなできちゃうもん、私ご覧の通りって感じで、まあそうね、あんたも白いじゃん、白いね、超ガングロだったの、昔この扉に立ってたらあれみたいな、どこ言うぐらいな感じで、ヒサロ行ってたけ、うん、テンサロ、私週3でイベサーでギャルサーやってた時、ああもうなんか怖いなんだろう、なんかすごい恥ずかしい黒歴史だと思ってるけど、イベサーの総代表だと思ってで、トップに立ちがちじゃない、恥ずかしいけど週3でヒサロに行ってたの、時代的にそうだよね、そうプリクラ撮るじゃん、で背景を茶色とか黒とか暗い系にするとここに柄入っちゃう、皮膚が背景だと思ってどうかしてんでしょ、星の柄とか入っちゃう私20歳の写真とかだったら成人式のめちゃくちゃヤバい写真、私銀のパンツで着てたからね、ヤバくないウルトラマンつーかなんつーのなんかも
今思えばめちゃくちゃ恥ずかしいよね、うん、そういう格好とかも含めさ、夏の話あのお祭りの化け屋敷で今ってさ多分ルールがあるのよ、体触っちゃいけませんとか、はい、昔そういうのなんかなかったじゃん、昔そうなんで、お化けが後ろからガッてきてびっくりしすぎて綺麗な一本背負いをするお化け屋敷が明るくなったもんお化け屋敷行ってみたいね。絶対に嫌。私も嫌なんだけど。私も嫌なんだけど、楽しそうだな。確かにね。バンジーか、肝試しか、お化け屋敷行ったらお化け屋敷。から、お化け屋敷ならいい。でも、花屋敷ぐらいだったらさ。いや、私も手出ないかな。あの、縛っていくの、縛って。あんただけ。高速で、あれでしょ、あんた、そしたらあっちで行くんでしょ回し蹴りとかして。まあまあいいんじゃない、3人で揃って入ればいいじゃん。 あそうね、うん、絶対私一番前にさせられるんですよ一番後ろ嫌よ、横並びにするラインダンスそしたらあと手出さなくていいと思うんだけど、待って、手つないでさ、すぐギッてやーって、あのさ、お化けよりびっくりしたんですよ肝試ししたことある？ある。もう保育園の頃から、お泊まり保育の時からもうずっとやってたから、こんにゃくとか当てられたとこ、その時期こんにゃく食べれなかったりとか、なんかそういうことはあったけど。それはなんかちょっと違うけど。2階建てのちっちゃい家みたいなのがあって、そこに入るみたいな。狭いから時間もかかんないし、声も聞こえるレベルの感じだから、まあいいかって、2階まで行って、で、この窓から手振りましょうみたいな、そういうのだったんだけど、開かなかったの、窓が。なんかこう施錠されてるというか、ガチガチにされてて、ハイトみたいなとこだから、で、開かないわと思って、で、前に戻ろうと思って、こうやって戻ったら、ちゃんと手振ったねって言われた。それが一番怖かった。だから17体目でその時も入れ替わってた。やれ、トンネルとかあるじゃない。トンネルの真ん中で電気も消して、車で行ってたからみんなね。で、電気で消して、なんかプーとかパーとかってやって、もうなんもないじゃん、へーとか言って、その道の先にコンビニがあったかな、そこで止まって、うん、なんかみんなでなんか食べようとかって食べて、うわーとかって運転してた子が言うから、ね、どうしたかって言ったら、車の脇にこう手形ババババババって、いやー、マジ、うん、怖ー。そう、あ、でもそういうのあるわ。拭いたけど、おー拭いたところで、そんな冷静なことある？観音様のところとか夜行ったら、後ろから誰もいないのにザッザッと砂利道で足音聞こえたとかは、で、なんかうわっとか言ってさ、懐中電灯後ろ向けたら誰もいないわけよ。で、なんかまた前向いて、そしたらザッザッザッと待ってるから、えっとかって言って、誰もいないじゃんってパッて言ったら、なんか白い人がポン立ってたとか。いや、やだーもう絶叫もう絶叫あんた友達と絶交する時の勢いじゃない？もう絶交最近あれかも、寝ててさ、動かなくなっちゃって、飲みすぎた次の日だったから、うん、こうやって寝てたもん、うん、でそれでここがすごいつっちゃって痛かったのが、痛いわーと思ってパッて見たらさ、黒い人がさ、正座だかなんかこうやって座ってて、ここの辺にここ一生こうやって押さえてるの、地味に。で、でも寝ぼけてたから、もう酔っ払ってるし、痛いとかって言ってグーンってやったらいなくなったんだけど、それでもう一回寝たのね。でしたら、もう一回やられたの、ここ。わ、何と思って、みたいな感じで、まあ、出たら、もう大丈夫だったんだけど、ここ見たら、ね、丸になってたの。朝になっちゃった。やだー。ちょっともう一回、あとさ、間違えない、あんたやばいんじゃないそれ。怖でもなんかさ、地味じゃない、ここだけこうやって押さえる。脈測ってるみたいなもんね。そう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 。生きてるよって言ってた。生きてる、生きてる。嘘吐き持ってきて。実は、はい、死んでいる。はい。あれ、これでポンってなったから死んでる。あー、生きてた、よかった、生きてる。お化け屋敷、いや、めちゃくちゃ怖いけど飛ぶよりマシだよ。まあ確かに、うん、隣のトトロみたいに声、大きい声出しながら入っていくとかどう？あーいやーとか。いや、一人が言ったらもうみんなそれで始まるから、一人が言ったらわーいやーって言ったらいやーってなんかなーにまでいやーってなるから山彦になっちゃった。大丈夫、私ほら力技でなんとかするから絶対動くな、お前。でさ、圧っていうの喋りかけんの、お前、うん、あら、綺麗ねとか言うの、だって。だって、いつ出てくるか分かんないじゃん。だからずっと喋ってくるさあ、向こうがビビっちゃうから。こいつ何が見えてんだろうみたいな。逆に怖くない？あの人
のお化け怖かったです ね、 ねあれ友達なんとか言ってホラー映画とかもそうだけど、そのお化けってさ、女の人、髪長い、白装束みたいなさ、あるじゃん、夢の決まってるの。なんか短髪、イケメン、マッチョとかっていないじゃん。いない。なんでだろうね。私も見たことないかも、男前とか。あ、そう、お化けでってことない、ね、やっぱイケメンってさ、成仏しちゃうんじゃない。あ、もう悔いなしみたいな。もう悔いないからブスな方が悔いが起こりやすいっていうか。あ、なんか本当に余計なもんしか残らないよねりょうちゃんなんかもう死んだことにも気づかないでずっと出勤しそうだよね。そういうのを幽霊って言うんじゃないの。今もしかしたらもう今も気づいてないかもしれない。だとしたら結構優秀なお化けだなカメラにもなんとか映ってるし、うん、え、見えてるとか言って